皆さんこんにちは、伊藤憲隆です。今日からは手首のお話です。昔ですね、こういう本を読んだことがあります。この本めちゃくちゃ、勉強になります。すごい薄い本なんですけど、このジョセフ・レビンさんっていう方はモスクワで、ラフマニノフやスクリャビンと共に学んで、その後ジュリアド音楽院の創始者の一人です。で、かつて僕が昔弾いてた時にハリナ・チェリニ・ステファンスカ先生のレッスンに出た時に、先生は僕の方を見ずにですね、こう部屋のなんか外を見ながら聴いてくださって、でその後にぽつりと、あなたはとても手首が硬いわね、あなたの音を聞いたらすぐそのことがわかるわ、というふうにおっしゃられたんですよ。でその当時はその手首が硬いのはこういうふうに動くっていう意味なのかなとか、こう横にこう動くっていう意味なのかなって思ってたんですけど、あ、そういうことを先生はおっしゃったんじゃないんだっていうことを、この本をその後手に取ったことで学ぶことができました。手首のことちょっと書いてあるのを読んでみたいと思います。丸みのある音を出す手首の使い方。生徒の中には丸みのある良い音を出すのに手首が大きな役割を果たすことを知らない者が大勢いるようだ。それを自動車に例えて説明すると、ガタガタ道を超スピードで走るとき、もし車にショックアブソーバー、まあそれ衝撃を吸収する装置ですね、いや車体を支えるバネ、まあサスペンションのことです。バネがついていなかったらそれはひどい乗り心地になるだろう。乗っている人は体をそこら中ガタガタぶつけて死ぬような思いをすることだろう。しかしそのガタガタ式な弾き方こそ大勢の生徒がピアノの上でやっていることなのだ。ピアノの演奏にとって指先の肉やクッションが空気の入ったタイヤなら、手首はバネやショックアブソーバーに当たる。したがって手首に力を入れて硬くすると音はガタガタになり、美しい音を出すことは不可能でになる。手首は常に柔らかく保たなければならない。この柔らかく保つっていうことが、この今日の手首を使うっていうことの一番の、キーワードだと思います。じゃあ一方でその柔らかく保つのはどういうことかというと、この手首がすごく上下する、もしくは左右の動きっていうのはまた違うことでのテクニックにつながっていきますけど、すごく上下に動いてでもいいということとは少し違うと思います。つまりこう何か腕の重みもかかって、大きな音を出したい、まあ、例えばみたいな、フレーズの時に重みがかかる時に、手の重みをこの手首が柔らかくショックアブソーバーとして、衝撃を吸収するっていうことですね。なのでこれ正直吸収すると、フォルテでもよく響く音が出ます。一方正直吸収せず手首固くするとこういう感じです。今右でも少し手首固めていきましたけど、こういう風な少しゴツゴツしたなんか手首と指も痛くなってしまいそうなんですけど、ことが起きてきます。なのでもちろん大きな音を出すときに、瞬発力もいりますし、まあこうなんか、思いも込めて弾くので、つい硬くなってしまいがちなんですけど、この手首をショックアブソーバー、つまり衝撃吸収として使うことで柔らかい音を出すということができるというお話です。ちょっとショックアブソーバーがどんなものかっていうのは動画があったので、残しておきます、ね、これ僕の動画じゃなくて参考に自分も、勉強した自動車の仕組みです。今後、手首の使い方、続いていきます、手首を使うことでいろんな音色や表現につながっていきます。では